佐治木原正氏は、大阪府出身の元プロ野球選手。現在は大阪、北新地で、鳥焼き佐治を経営する。コメディアンの花はじめの兄は、佐治木原の祖父で、佐治木原から見れば花は、王子となる。大阪府出身。大阪桐蔭高校では一年後輩に、岩田実、のる、中村豪也がいた。高校卒業後、社会人野球の新日本製鉄広畑に入社。 2003年には AS として最速時速 150km の直球とスライダーを武器に5年ぶりとなる第74回都市対抗野球大会出場に貢献。本大会では日産自動車九州と対戦し初戦敗退。2003年度ドラフト会議にて阪神タイガースから4巡目指名を受けて入団。背番号は40。阪神タイガース時代2004年は新人ながら、 リリーフ陣の一角として44試合に登板。夏場は成績を落としたものの、9月以降は持ち直して、防御率3.48を記録するなど即戦力となった。2005年は前年不調だった夏場は好調だったものの、9月以降失速し、登板数は減少。しかし、9月6日には中日戦で日本プロ野球史上14度目、セントラルリーグ史上9人目。 球団史上石川緑以来二人目となる三者、連続三球三振を記録。二軍では主に抑えとして21試合に登板、防御率2.29、リーグトップの12セーブを記録した。JFK に対して、橋本健太郎、江草人気らと合わせて、SHE と命名された。千葉ロッテマリーンズと対戦した、日本シリーズでは、第三戦で、初登板したが、福浦和也に、 満塁本塁打を浴びるなど、打者4人に対し一死も取れずに降板。以後シリーズでの投板がなかったため、日本シリーズにおける障害防御率は未算出のままである。2006年はシーズン初投板となった5月5日の対、横浜ベイスターズ戦で打ち込まれに軍降格となったが、セパ交流戦後の7月に一軍昇格した後は14試合に、投板して防御率1.10を記録した。 2007年はシーズン前に、オーバースローへの転向を試みたり、シンカーの習得に励むなど、試行錯誤し、2軍で25試合に登板して、防御率1.82を記録した。しかし、1軍では苦手とする、左打者に対する被打率が4割を超え、登板。2009年は7月に2年ぶりの1軍昇格。9月21日の対横浜戦で、救援登板し、 清川栄治を抜いて初登板以来115試合連続無敗の日本プロ野球新記録を樹立した。その後、10月3日の大東京ヤクルトスワローズ戦で、後に、西部でチームメイトになる鬼、崎き二にプロ初本塁打を打たれて敗戦投手となり、連続無敗記録は116試合でストップした。2010年は一軍登板6試合に止まり、9月10日の タイヤクルト戦で左膝を痛めて、翌日に出場選手登録を抹消された。10月19日に大阪府内の病院で、左膝関節教師課によるクリーニング手術を受け、23日より坂上なり、オバマ球場でリハビリを開始した。2011年シーズンは手術の影響で、育成選手契約でスタートしたが、6月に2分で実戦復帰登板し、 6試合で無失点と安定した成績を上げ、7月30日に再び支配下選手に登録された。背番号は79となったが、一軍登板はなく10月9日に、球団から戦力外通告を受けた。その後12球団合同トライアウトに参加し、11月24日、埼玉西武ライオンズが獲得を発表した。背番号は43。 2012年は一軍での登板はなく、10月2日に戦力外通告を受けた。その後、現役引退を表明。2013年からは、地元、大阪の飲食店に勤務し、2014年9月より、大阪市北区道島で飲食店、鳥焼きサジを経営している。この模様は2015年2月11日関西テレビ、用意ドン、で紹介された。 ありがとうございます。